三度目のおはようでーすえー、っと3枠目ちょっとねこのあと校だからチークとリップしかできてないんですけど服とかは変えてみました肩出しでーすどうですか肩出しりおつん 1一コメさん、満月ライダーさん、ありがとうございます。ゆずきちさん、ハートありがとう。すうかさん、ハートありがとう。みんりーさん、かわいい。おりつさん、ハートありがとう。おはようございます。ハートたくさんありがとう。ゆずきちさん、ブラボーありがとうブラボー、ブラボー。えちょっと待ってくださいちょっと待って。 ユっジくンさ,、ね、さん !?5×2 は10。はっ 地さんありがとうラバータワーフレピーありがとうございます本当にクサネイモスターありがとうコウジさんネイモスターありがとうハスラハさんハートシンゴさんタコありがとうおはようございます広島カパセルさんいいねありがとう おはようございます。ひろふみさんハートありがとう。一ギフトさん書きますね。ひろふみさんハートありがとう。一ギフトさん、ゆずきじさん、ありがとうございます。せいびさん、イスクリームありがとう。ありがとう。 めっちゃかわいたわ。え。まりちんさん、本当だ。だ一十百千万、なだ。めっちゃかわいた。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。まりちゃんさん。<タッ>ありがとう。そんなにかわいいって言ってくれて。いやリオピーマン。リ<タッ>ピーマンだよ。まりちゃんさん。 ありがとうございます。ひろひみさん、ハートたくさんありがとう。すいびさん、アイスクリーム、ありがとう。すいびさん、レインボースター、ありがとう。ちょっと見てこれ、気づいたかな<笑><笑>見てください。これ、紐が緩いから、あの、それダメって言われてまあの、クリップで止められました。<laughs> そう、紐が、長、長、長い長いから、あの、クリップで止められました。 そう長すぎてちょっとね危なかったのでマーナにクリップで止められた鈴木さんレイモンボースターありがとうしょのたかちゃんさんありがとうございます ST48 研究生中学2年生14歳のリュウツンことカメラリオですぜひフォローよろしくお願いします今私は AKB48 グループかけ i s スレギュラーモデルオーディションの決勝中ですこのショールームイベントは最終的に一人の人がビ i s という雑誌の,あの1年間レギュラーモデルになれますなので皆さん あの決勝で上位3名の人が最終審査に進めて最終審査で1人の人が選ばれてその1人の人がビ i s のレギュラーモデルになれるんですなので ST481 位にしたいので1位で決勝をフィニッシュしてあの最終審査に進んで本当にビ i s のレギュラーモデルになりたいしこの間のあの i s の予選特典の撮影の時にほもう。 本当にすごくてもうすごいっていうかもう楽しかったプラス本当にすごくて新しい自分も見つけることができたしあのなんかリオってこういうことできるんだって思えたし自信にもつながったからまたあの Vis の撮影をしたいってあの改めて強く思いましただからあの予選に i テ t 4 8からはあの リオ一人があの決勝に進むので予選に参加された先輩方や研究生のメンバーの分も背負って頑張りたいですなので皆さん皆さんの力が必要なのであのほ余ってる星だけでもいいし五十カウントだけでもいいのでぜひ星投げと五十カウントのご協力をよろしくお願いしますひろふみさんとるばゆずきちさんレイモンスターありがとう サッカよしよしあやさんラブレターありがとう最終の面談最終審査の面談に行くためにはこの決勝で3位までに入れないといけません今5位だから3位までに入れないとあの最終審査には進めないので皆さん是非あの。 一人の方が、一人でも多くの方が、星投げと五十ントをしてくださることによって、大きな大きな力になって、すごく、あの、ポイントになるので、皆さんぜひ、星投げと五十ントのご協力をよろしくお願いします。ケツケイさん、たいありがとう。あやさん、かわいいありがとう。そう、クリップを止められました。星投げ五十ントたくさんありがとうよしよし。 新一さんハートありがとうそういやつん新人賞にノミネートされてなかった皆様皆様初耳の方がいると思いますはいそれでございますさようでございます私岡村梨央「ショールームアワード 2022AKB48 グループ新人賞」受賞 新人の方々の中から3名新人賞で選ばれたんですけどその中からリオ1人選ばれましたそう3名選ばれてその中のリオは1人です覚えたんですよ名前をショールームアワーの2 0 2 2 a k b 4 8グループ新人賞この正式の名前を覚えました始まるまでにウィ <laughs> ニさん選びありがとうあ家出のお時間だみんな家出に行ってきてくださいちょっと遅れちゃったけど 4時半に捨て星し,してくださった方、家出に行ってらっしゃい。止まらないでね、星集め先で。帰ってきてね。トナニュトノさん、レインボースターありがとう。広島コパセリさん、ファイト。あやさん、たい。カプレさん、クマちゃん、ありがとう。ホビーさん、ファイト。ウィンディさん、ラブレター、ありがとう。あやさん、似合う、ありがとう。もう、 そう新人賞をいただきました。ボビーさん拍手ありがとうございます。そうなんです。もう本当に、もうまさかリオが新人賞いただけるなんて思ってもなかったから本当に嬉しいです。カペルさん乾杯ありがとう本当にミニーさんハートありがとうございます。l w p オーディションの頃から去年の l w p オーディションの頃からショールームを始めてそこから。 1>, 1年以上経っているんですけど研究者になって毎日配信をさせてもらっていて今200日以上毎日配信をしております橋本ちゃんさんレインスターありがとうお兄さんハートたくさんありがとうはいでこの毎日配信中でももういろいろありました <laughs> もういろいろありました本当にいろいろありました もう怒って、泣いて、笑って、楽しくて、もう配信って色々あるし、なんか、リオを出せる場所っていうものもあると思うし、気づ、気づきも多いんですよ。気づくことも多いし、おしめんななみんさん、レインボースターありがとう。そう、気づくこともたくさんありました。それに自分の成長も感じることができるし、もう皆さんからの応援を一番に感じる場所が、 ショールームかなって思っていて、もちろんあのお話し会もそうなんですけど、ショールームをめちゃめちゃ感じていて、あの毎日配信をできているのは、本当に皆さんが毎日あのフォローしていただいて、あの配信が始まったらすぐに見に来てくださったりとか、あとはお仕事中だったりしてもリオの顔が見たいから、こう、ちょっと休憩の間に見たりとか、そんな感じで、 あの、上司に怒られるのに、上司とか、課長とか、社長に怒られるのに、あの、リオの配信をどうしても見たくて、こう見てくださってる方も多分いらっしゃると思うし、本当に皆さんのおかげで、この毎日配信続けてこられてるし、こうやって新人賞を受賞することができたので、本当にありがとうございます。はしもちゃんさん、ございましたありがとう。 そうです怒られる前提 <laughs> そうです怒られます <laughs> 怒らうでももう本当に皆さんと一緒にこの賞をあを撮ることができましたはい皆さんと一緒に撮れて嬉しかったです本当にありがとうございます <laughs> ゆうじさんかわいいありがとう 待って。なにこれ、すごいえ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。一時四百千万。え。九万九千九百九十九。え。え、待って、誰か教えて。なにこれ、なにこれ、なにこれ、なにこれ。何ですか。エラーですか。不具合。違う。エラー。不具合。 なんか数字が見たことないです。すごいとあんなの。え、すごい。え、どういうこと。昔、かろうじさん。え、十万。どういうこと。すごいえ、十万つっつんですか。 さっきスクショした <noise> ええー、ありがとうございますすごい合ってるかな書き方わかんないありがとうありがとうすごい待ってすごいしか出ない待ってどういうことですか よクマちゃんすっごいなんか豪華なクマちゃん立ってる今リオ今スマホ変になったのかと思いましたなんかエラーかなと思っておしめのなみさん拍手ありがとうえー、すごいやつなんだありがとうございます昔からお兄さん大好きすごい ゴールデンベアっていうのやばい高そう高そう高そうありがとうございますすごい。すごすぎる。かわいい。かわいい。確か16日までの限定タワー。あ、そうなんだねなるほど。限定なんだ。 はあ知らなかったすごいあ稲みんなはす50かんありがとうよしよしデニウム初めて見たよめっちゃ大きいねなんかゾーンって王様みたいに座ってるクマちゃんかわいいみんなさ星集め先で止まってないかな <laughs> え待ってあ待って何十分なきゃ言うんだっけ 待って待って待って <laughs> 男女読まなきゃいけない時間になりましたね記念スクジョねおいけいさん配信してるね男女読みます 13位、KHK さん、ありがとうございます。十二位、シンゴさん、ありがとうございます。1一位、スエビさん、ありがとうございます。十0位、となりのたまさん、ありがとうございます。九位、ゆういちさん、ありがとうございます。八位、おしめななみーさん、ありがとうございます。七位、ウィンディーさん、ありがとうございます。六位、ひらしまこおぱせさん、ありがとうございます。五位、カプレーさん、ありがとうございます。四位、あやさん、ありがとうございます。三位、おりつんさん、ありがとうございます。2位、ゆずきちさん、ありがとうございます。そして1は、あから。 行きますね、えっこのクマを100個投げるえっ

ちょっと待ってくださいね <laughs> なんかもう一個来たどういうこと何が 星集めに行きます頑張ってねありがとうございます1位「昔かラオじさん」ありがとうございますありがとうございます2159名の方は見に来てくださりありがとうございますえっと4枠目と5枠目はカラオケ配信カラオケボックスから配信しますえっとギリギリまでお仕事があるからわ、ま、たわたカラオケボックス配信になるんですけども皆さんぜひ見に来てくださいえっと「星満タン」が16時40分までで「えっと、捨て星」が17時40分になります はい。で、4枠目が18時15分から19時15分、5枠目が19時15分から20時で、えっと、4枠目が星3週と50巻で1回、5枠目が星1週と50巻で1回できます。皆様よろしくお願いします。それでは、また、18時15分に会いましょうそれでは、フォローして、通知を待っていてくださいそれでは、バイバーイ 学校行ってきます。学校とお仕事頑張るね。それでは、ありがとうございました。3枠目も。みんなたくさんお仕事、お用事ある中、朝から本当にありがとうございます。3日目。夜もよろしくお願いします。それでは、バイツーン。ファイトまたね